最初私を中心的には言ったんだ。次の月曜日から日曜日まで私に付き合って自由旅行。なぜか心配してねえこっち向いて、つむきがちな僕に声をかける。めくるめく世界欲しいのは何、引きこもりがちな部屋にはない。君の想定した未来に期待、旅の工程はこんな感じ。月面の上誰かが残した足跡をたどって、火星に生命があるのかをちゃんとその目で確かめて。水星で一滴落とした雫が乾くのを見た後で、木星のリンクの上二人で手をつないで踊ろうよ飽きるまで。と興味はない、楽しそうに僕を覗き込む君の目に心臓が弾む、惹かれるよまるで重力みたいに。めくるめく世界欲しいのはない、今は君の言葉が聞きたい。金星で輝く宝物を二人で作ってさ、土星に土があるか知らないけどこっそり埋めておこうよ。日々を照らす太陽が私たちを優しく照らしたって、月に帰る姫君を見送るみたいにはしないで。さっきから私宇宙人的には言ったんだ、嘘にもならない嘘でも。時折遠い目をしてどこかここじゃない場所を見る君は、もしかしたらそうかもって思わせてくるんだよ。誘惑惑星少女、君は宇宙人だって僕は言った。わかったいいね、付き合うよ連れて行って。その度に例えば旅立つまであと100年かかってもそれでも構わないよ。君のそばで見ていたい輝きを見つけたよ。君の人身の奥輝く人めぐる時の中で回る回る星の中で、yeah、何照れてるの、頬膨らませる君を見て僕は言う。水金地下もくどって海明旅が終わっても隣に